ドームに積んだもんなのだ。前回オメガパイレーツ戦を激闘の末に倒しフェイゾンスーツを取得、最後に新生マーアーティファクトを取得したのだ。フェイゾンマインズに用事がなくなったので2度目の離脱、また TTC のお時間登るのだ。新生マーアーティファクト取得したらオメガパイレーツと戦った後のマップへ戻ろう。その先に移動すればTTC につながってるのだ。来るときメトロイドたちを除去しておいたのはここを登るときに大体追いつかれて面倒になるから、デバイドメトロイドはパワーボム以外だとすぐには倒せないから厄介なのだ。さてさて、またこの部屋にやってきたのだ。今回はフェイゾンスーツがあるから海岸へ渡るのが楽になってるのだ。とりあえずメトロイドを始末して、2体凍らせて同時ミサイル粉砕を狙って失敗して吸い付かれたのだ。まあ落ち着いて1体ごとにミサイル撃ち込むことにするのだ。そう思ってたら3体目が来ちゃったから予定変更して同時撃破になったのだ。柔軟に予定は変えるのだ。あんまり立ち回り決まってないところだから適当なのだ。今やったのがフェイゾンスーツありだと余裕になるフェイゾンの出っ張りに乗っての対岸渡り。当然フェイゾンスーツないとダメージを受けるので基本的になしだとしんどい。もちろん1回でスムーズに行けるなら早いんだけど、こんなとこでフェイゾンスーツ取る前にくたばるリスク取りたくないのだ。ということで取った後にしか使わん。高手掘りだとエネタンあって余裕あるので使うのだ。デバイドメトロイドくんが2体オメガパイレーツ戦績地に出現してるのだ。邪魔なのだ。 GC 版なら全然追いつかれず移動もできるけど、 B 版はクッソスットロイ移動しかできないのだ。キャンで開ける仕掛け、そしてエネタン、うっかり取るような場所じゃなくて助かるのだ。メトロイドフュージョンの 0% とか見ると僕もまあ人間ができるのだなと。さて PPC、 ここもデバイドが出るのだ。右枠に GC 版での 21% スペジャンなし、移動方法の一つを紹介するのだ。GC 版だとどこだろうがゴム5つの連続ボムジャンプ可能だけど使わないパターン。 B 版は空中のゴムは1個のみ適用されるルールが追加されてて、残念ながら連続ボムジャンプは X レイバイザーを取ったとこの通路でしか無理なのだ。あそこだけはボムジャンプするごとに設置判定に触れて空中状態が毎回リセットされるからなの。一応 B 版でもスペジャンなしで上まで行けるっぽいんだけど、ここまでスペジャンなしで人間がちゃんと来れないので検証できないのだ。 TAS さんしか知らないのだ。聞けば TAS 制作者も教えてくれるとは思うけれど、なるべくなら自力でたどり着いてみたいのだ。現状ウェーブビームすら取れなくて泣いたのだ。D 版 21% 現状無理ゲーなのだ。そしてこの部屋 D 版で登るの、 D 版特有の変な感性のるせいでめっちゃ難しく感じるのだ。 D リモコン動かすと視点ぶれてさらに難易度上がるのだ。おつらい。ゲーム開始から2時間半経過してて明らかに操作精度が破壊されてるのだ。仕方ないのだ。ここの移動もっと安定させられるはずだけど、腕がどんどこ痛くなるから練習と本番違うのだ。スーパーくんたちは全滅させるのだ。デバイドメトロイドは下の方で移動する最中に勝手にフェイゾンにぶつかって砕け散ってたのだ。上にいるパワートゥルーパーには今の位置だと攻撃が当たらないので、ジャンプしてからビーム打つことで強引に当てるのだ。K
結構登るときに正確なショットが飛んできて落下とかありえるのだ。解説することができたので、次はその GCJ でのメインカラーボムを一つこの2つ方法でも乗せるのだ。GC 版はこの、どこでも5つ連続ボムジャンプできるからスケジャンなしでも余裕で高さ稼ぎが取れるのだ。そうそう、いろいろ試してて GC 版の 21% なら一応私でもクリアの目途は立ってるのだ。なので RTA は絶対無理だけど、ただの解説動画としてなら今後出すかもしれないのだ。興味ある人いるのかな。ようやくフェイゾンマインズ脱出なのだ。これでもうフェイゾンマインズには二度と来ない。さて、ここからアイスバレインのアーティファクトを回収しに行くのだ。まずはラブアケイブスからアイスバレイへ。フェイゾンマインズ初回離脱時に行かなかったのはプラズマビームが必要だったため、プラズマ取ってきた道引き返す分がロスになるのだ。ここの敵からはパワーボムをほぼ確定で手前の一体が落としてくれるのだ。後で使うので忘れずに。今回はその前にフェイゾンマインズ道中で拾えてたので実はいらなかったのだ。まあ解説するのには分かりやすいので良いのだ。移動しながら取る都合、邪魔な敵排除するついでで取れるのでロスはない。ここもエネルギー補給するムーブが染みついてたけれど、おとなしくこの後のセーブルームで回復した方が安定の気もするのだ。結果的にエネルギーボール出たからいいけど。さて、残す彫像アーティファクトは3つ、そして装備はすでに完成済み。アイスバレイで残り2つのアーティファクトを手に入れ、最後にアーティファクト神殿のを取れば終わる。ここはスパイダーボールがないので、エレベーターの柱を使って上に登るのだ。割と簡単に乗れるので、スパイダーボールがあってもこっちのが早いので RTA だと無視される。ここ GC 版 21% だと UBJ。 ウバーボムジャンプでの移動が一番一般的なのだけど、他にもいろいろな手法があるのだ。右枠は BSJ で柱乗る方法、UBJ はスパイダーボールトラックの中間に乗る。他の手法だと激ムズな特殊月桃ジャンプを使う方法とか、普通に斜めボムジャンプで柱に乗るとか、まあ割とパターン多いのだ。あーでもスキャンでダッシュジャンプできないから日本版は UBJ だけか。最後にスパイダーボールトラックの上に乗り上げるとこが何か安定しない。結構なギリギリ感なのだ。ようやく成功したら、あとはそのまましばらく進む。ここの曲なんか癖になる感じで好き。なんだろうこの独特なテンポ。残念ながらすぐ別の曲に。ここはスペースパイレーツのアイスバレイでの研究所、サーモバイザーやスーパーミサイルを開発した。有能だな。今回は撮りません。目の前にサーモバイザーがあったけれど、これ実はもし今の段階で撮っちゃうとマッププレイヤーは切り替わり、この先へと進行不能になる。まあ 22% だと撮らないので、高手掘りでの注意点。実はサーモバイザーってなくても仕掛け自体は起動できたりする。なのであらかじめ場所が分かってる装置とかはウェーブビームそのまま当てたりというわけで不要なのだ。通常プレイ用です。最も問題になるのはメトロイドプライム第2形態。サーモバイザーでしか市民負荷になるタイミングがあるので、その時をお楽しみに。この部屋が
マッププレイヤー切り替わると進行不可になる部屋、上のガラスがサムスじゃ絶対に破壊不可能で、スペースパイレーツが破壊することで通れるようになる。また通常プレイならダーロンメトロイド初登場。スペースパイレーツがこっちが何もしてないのにくたばった音とともにガラスが割れる音が聞こえたら成功。1回上まで上がるのだ。その前に邪魔なパイレーツは始末。安全を確保したら登りましょう。まあそのまま登ってもよかったのだけど、まだここうまく避けながら登るの苦手なのだ。なぜ絶滅したはずのメトロイドがここに？という感じで、アイスバレー研究所にて初めてメトロイドを見つけてしまったサムスは、スペースパイレーツが生存実験に使ってるのを知る。こうしてサムスはスペースパイレーツをぶっ潰す決意を改めて行い、この先に待ち受ける危険に警戒を強めるのだった。そんな感じ。さて、ここは一旦ゲートが施錠されるのでヘアリロードします。クベージーシーバンだけ施錠されません。なんでやねん。まあこうしてリロードするだけで施錠がなかったことになるからよいけど、通常プレイならあっちから来て退路を断たれた演出になる。プラズマビームとフェイゾンスーツ着てここに来る関係で、ザコパイレーツは相手になんない。ポチトラフェイゾンマインズ帰り。フェイゾンで強化されてない通常兵なら余裕なのだ。このマップ内エレベーターに乗ったらアーティファクトのある部屋、コントロールタワー、2つのタワーの連絡通路、そしてアーティファクトを攻略本なしで取るのに苦労するとこ。プラズマあるので普通にやるのだ。氷を溶かしてその先からミサイルを発射。それでタワーが倒れる。直接ミサイルを打ち込むというシーケンスブレイクがあるので、プラズマは必須の場所ではない。それはエニーでやったので、興味があったらそっちをどうぞ。バブなしでもやったような。にしてもこの仕掛けほんとひどいのだ。氷溶かすまでは分かっても、そこから狙う場所初見じゃ分かんない。当時は見えてるタワー本体にミサイルぶつけるもんだと最初思ってて、全然ダメだから諦めて攻略本買った思い出。エルダーの彫像アーティファクトを取得。では研究所また戻るのだ。降りる時に勢いよく行っちゃうと、スペースパイレーツとの戦闘が長々と始まっちゃって大ロスなので注意。だから慎重に移動する必要があったのだ。この研究所にはもう用事がないので、スーパーミサイルもサーモバイザーもずっとパイレーツのもののまま。やばくないのだ。まあプライムにでもパイレーツがスーパーミサイル持ってるしいいか。ここら辺はずっとウェーブビームで開けるウェーブゲートなのだけれど、最後のとこだけアイスゲート。そう、通常プレイなら引き返す必要があってだるいのだ。しかも暗くなってる中で怖い。パイレーツたちには永遠にあの場所の警備をしてもらう。サムスはもう来ないとも知らずに、まあサーモバイザー盗まれずにサーダスの調教もそのまんまできるはずだから良いことなのだ。この辺りはあんまり危険な敵はいない。でもハンターメトロイドはいるので無視もできない。アイスビームで凍らせてミサイルで砕く。相手が攻撃をする瞬間動きが止まるので、そこが狙い目。カウンターショットというわけなのだ。道を移動するのに天井からぶら下がってる鍾乳石をミサイルで壊す。ロックオンできない箇所からだと撃っても壊れない。なおここは別に仕掛け使わずに移動できるとこ。大気モーションがリズムに乗って踊ってるように見えるので、斬
イングパイレーツと言われたりするフライングパイレーツさんたち、プラズマビームがある今では本当に雑魚敵、燃やすぜ。ここは壁からちょっとはみ出てるオブジェクトを足場として上のぶっとい木の枝に乗る、そこから白い浮いてる足場へと乗り上げれば終わり。グラップリングビームがない時の移動方法、この木の枝に乗るのが地味に難しい。乗った後は簡単で、枝の斜面に沿うようにしてゲットをジャンプすればいいだけ。疲れてるのだ、上の木の枝乗った後に落ちるなんて屈辱なのだ。もう精神的にも体力的にも限界が近い、3時間が近いのだ。そんな長時間やるもんじゃない。もしこのカテゴリー新しく走る人がいたなら、とりあえず体調管理は気をつけてほしいのだ。まあまずは分割セーブして普通にクリアしてからのはずだけど、そっちならまあ簡単なのだ。パワーボムで壁を壊したら中にはプラズマゲート、隠し部屋なのだ。でもバイザーで怪しい感じに見つけられるので、ここは割とわかるはず。アーティファクト魂押しとく。これでいよいよ残す彫像アーティファクトは一つのみ。これはアーティファクト神殿に安置されていて、それはサムスのスターシップが置いてある場所のどこから行けるのだ。終わりは近い。というわけで、ここからはひたすらサムスが自分のスターシップまで帰るまでの移動になるのだ。地味に長い。道中も解説することがあんまりないので、 GC 版メトロイドプライムの最新へ 2% で使う PBBB 壁抜けでも解説しとくのだ。右枠に載せとく。ターロン4へ降り立った直後にスペースジャンプを取得し、チョウゾルウィンズを訪れた時からの解説になるのだ。ここからエメタン、ミサイル、モーフボールを取ったら壁抜け開始。序盤からもう壁抜け。そこからパワーボムをマックリレイロードという技を用いて取得して離脱、壁抜けを終える。あとはアイスビーム XA 塗装機取得した後にバリアスーツ取ってデユルーと、従来のルートから70秒だか速くなるとかなんとか。まあいつかこれも RTA 通せたら解説するのだ。さてアイスバレイには彼を告げるのだ。最後のラブアケイブスの移動、ここ地味に怖いから慎重に行くのだ。溶岩は平等に命を削り取ってくるのだ。フェイゾンスーツあるからダメージは下がってるけど、止まらない限り敵の攻撃はあんま当たらないし怖くないので、結局本当に怖いのは地形、溶岩を当たらされるので、そこで命を散らさないようにエネルギーには余裕を持っていくのだ。道中の敵の処理、パイレーツにはプラズマビームがめっちゃ効くので良いのだけど、それ以外はプラズマ無効なので、パワービームとアイスビームを打ち分け、ラブアケイブス原生生物は溶岩熱気耐性当然ある。さらにこことかはゲートがウェーブ用なので、そのままウェーブビームで進行する。なんだかんだ4色のビームそれぞれ使い分けることになるのだ。このビームを目的ごとに切り替えるというのがメトロイドプライムの特徴でもある。右メトロイドは取得したらそのままビームが強化されて、内訳はミサイルだけだったり、スーパーは別だけど、またしても溶岩渡り地帯に来たのだ。ここのダメージフォント毎回怖いのだ。ジャンプ下手だったらあっという間に溶岩に溺れて沈むのだ。 GC 版の20%では、基
8月には2個で渡る手法ができたみたいなのだ。それまで前のマップの敵を誘導してのダッシュジャンプで非常に難しいもの、それが少しやりやすくなったらしいのだ。無事渡り切ったのだ。これであとはもう帰り道安全と言えるのだ。やったのだ。あとはサムスのスターシップまでまっすぐ帰るのだ。最後の補給へ。僕から先に待っているのはボス戦3回だけなのだ。それがこの 22% RTA での最後の難関。余裕だと思っていると思わぬところで事故るのだ。もう3時間が経とうとしているのだ。でも最後まで気を抜けない。それが 22% というカテゴリー。 GC 版でも 22% なら日本版の達成者いるので見てみるといいかもしれないのだ。なお私にはハーフパイプ上のとこ、アイスビーム道中、 X レイ前、マインズ毒ガスの連続ボムジャンプ技術がないので、私がやるなら壁抜けするのだ。壁抜けなくてもいけるけどね。ここが最後の補給。スターシップではエネルギー、ミサイル、パワーボムの全てを最大まで回復してくれるのだ。特にパワーボムが最大まで戻るのが嬉しい。そしてセーブしたのは後にまたこのデータでこれからのボス戦練習するため。それでは最後の彫像アーティファクトを取るためアーティファクト神殿へいざ行かん。インパクトクレーターターロン4に隕石が落ちてきた場所。この隕石がメトロイドプライムと多数のフェイゾンを連れてきた。フェイゾンマインズからも見えるのだけど、そっちのが大きい。さてここはアーティファクト神殿。12の彫像アーティファクトのありかがざっくりヒントとして対応する石像に書いてある。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。